昨日に続きまして、今日でございます、今日はこれからの治水のあり方についてということで、実はこれは私の持論なんです。これを喋らせてほしいということで、来ましたので、聞いてて全く面白くないですけどなぜか早くやりますので、しばらくご勘弁ください。日本の治水というのは、私は明治になって大きく変わったと思うんです。で、一つは管理になりました。今の河川の管理というのは全部国です。国のうちの一部を県あるいは市に委託しています。そういう意味で日本の川をどうするかを握っているのは国です。国交省です。で、これまでは地先の治水ということで堤防連続してませんでした。水系の治水ということになって連続堤に変わってきました。で、さらにこれまでは治水の計画といったってどういう洪水を対象にしてということはありませんでした。今は想定内治水、想定内あるいは想定外ということはもうやめようじゃないということになってますが、治水は明らかにまだ想定内です。ここのところを何とかしたいというのが私の疑問です。こういうことをどうしたらいいかというのを、実は淀川水系流域委員会というのがありまして、私が大学を定年になって辞めた2001年3月に定年になったんですが、2月に淀川水系流域委員会に入られました。この委員会は河川管理者側が非常に珍しい人がいまして、熱心にやってくれました。河川法を改正しようということで平成9年に改正されました。これは長良川の河口堰で反対だと推進派、事業者側があまりにも耐えられないということで、国交省が反省しまして、また環境についてもこれまでは環境なんてどうでもいいと、人の命の方が大事だということで、まあ無視されてきたわけです。今は一応配慮しようというか管理の対象になってますが、私は未だに環境は実質無視だと思ってます。これうまくいってません。また地域の意見を反映させようというのは河川法の改正で入りましたが、これもいまいちです。そこで淀川流域委員会は、例えば治水についてはこれまでの一定限度の洪水を河川に封じ込めようとしていたのを、あらゆる洪水を流域全体で受け止めるように変えようと。水資源、利水については水需要に応じてこれまでは水資源を開発してきた。今後は水資源の開発が不要なように、水需要を管理しようということです。で、環境については一応治水利水環境、これを調和させようということですけども、私は環境を基盤にしてその上に治水と利水という柱を立てるように変えないといかん、いかんのじゃないか。で、こういうことを河川管理者と一緒に議論しまして、当初の淀川の河川管理者非常に理解があってよかったんですが、ただこんなことをきちんとしようとするとものすごくお金がかかります。6年間で流域委員会のために使ったお金は20億です。20億というお金をかけて委員会をやったのに、
結果として淀川水系に5つのダムがあったんですが、5つも中止すべきだと。で、中止すべきがあまりにもひどい、何とかしてくれと言うんで、これは河川管理署に願望しまして、中止することも一つの選択肢として抜本的に見直すという言葉を変えましたが、委員会は中止でした。まあ、そういうことで最終的には河川管理署と対立的な関係になりましたが、それでも委員会として機能していた。今の流域委員会は全く名前は一緒ですけど内容は変わってます。ですから淀川も結局は20億もお金もかけながら死んでしまったと私は思ってます。民主党になりました。民主党ができるだけダムによらない治水に変えようということを言い出しました。この方です。頭かいてますが失敗しました。非常に私はこれ残念で、たまたま前原さん国交大臣になるとは思ってなかったんですが、なられた。私の住んでるところが彼の選挙区だったもんですから、結構若い頃から知ってまして、絶対に国交大臣になってやってほしいということは、すべてのダムを一旦禁止してくれと、それで必要なダムを復活させるという方法にしたら、必死な国の向こうから尋常してくれと、だから一旦中止してくれと、分かりました、全然この男分かってなかった。なった途端、ヤンマダムやめるなんて言ったんですか、壁だと。これで猛反発からって、あとは腰砕け。これさえやってくれなかったら、最上大国川ダムはまだこんなに話題になってなかったでしょうね。民主党が悪いんですよ。民主党が火をつけてくれたと私は思っています。民主党がなって有識者会議というのを作りました。この方が委員長です。座長です。私より先輩なんですけども、ところがこの会議は新たな治水のあり方についての検討をしてくれということだったのに、実際にやったのは理念なきダムの検証です。ダムの検証をするにどうしたらいいのか、全部国交省が作ったのをそのまま委員会の意見として出してるだけです。私はこういう規約にないダム検証の手引きをこの委員会が作ったということに対して非常に心の底から怒ってます。まあ残念でした。じゃあどうしたらいいのか。私は治水について2つの理念が、1つは一定限度の洪水を対象にしようと。これも明治以降これでやってきまして、ここまで随分日本の川は良くなってきました。だから間違いだとは言いませんが、これをやってますと大きな洪水が来るたびに対象洪水を引き上げていくということをします。結果としてできない計画になっちゃったんです。で、現在は基本方針と整備計画というものに分けて、整備計画の方を20年から30年で実現するんだというふうに具体性を出しましたが、唯一ダムは基本方針通りなんです。ですからダムだけはあちこちでいろいろ問題になってます。逆に言えばダムだけは作りたい、だけどその他のこともしたいということで、若干まあ妥協した程度ですかね。それに対して私は間違えてごめんなさい、いかなる規模の構図にも対処として、まあ、できる対策を順次積み重ねていくというように変えようじゃないかと。で、どこが違うかと言いますと、実際にすることはもうのどちらの治水でも同じです。つまり溢れさせない対策と溢れた場合の対策、ハードソフトいろいろな
もうどの方法もどちらでも取れるんです。当然ダムも入ってます。するかしないかということで、平量治水の方で行けばせざるを得ない、あれどうしても、もうそちらは有料ということになりますが、平量治水となると対策から決めていこうということですから、ダムは絶対というわけではありません。そこは大きく違います。つまり最初に対処洪水を決めて、それからどうしたらいいかというのを決めようというのが今のやり方です。それに比べてまず何をするか、できることは何だろう。こちらが出会ってますと30年前と今とあまり変わらない面があります。だけどできることからやっていくわけですから、毎年ちょっとずつですけども必ず安全が上がっていくと。例えばダムによる治水で言いますと、基本高水までを、まあ、稼働とダムでも任せる、これ超えたらダメです。しかも超えなくても途中で堤防が破壊したらダメになります。今の治水というのは残念ながらこれが状態、こういう状態です。それを変えるために浄化洪水対策というのを持ち出しました。浄化洪水対策といえば聞こえはいいんですが、実際に唯一やったのはスーパー堤防だけです。スーパー堤防もあれだけお金をかけながらまだごくわずか、これ以上何年かかるのかということで民主党時代に一旦ストップしました。だけどゾンビのように生き残っていて、今江戸川の人たちは非常にこれで苦労されています。地元が望まない治水をやるというのはそれが治水かなと思いますが、とにかくこのスーパー堤防、考え方はいいんだと未だに国交省の人たちは言いますが、私は考え方そのものにやはり問題があるんじゃないかなと。この考え方はなぜ出てきたのか。当時公共事業は非常に盛んでした。地下を掘ったりトンネルを掘ったりして、いっぱいの処理すべき土壌が出てきました。それの処分をするためじゃないかという方に皮肉を言う方もおります。これどうだったんだろうと聞いたら、確かにそういう面があったと。公共事業で出てきた土砂をどうしたか、稼働の降水時期の上に長い間積んでたんですよ。あれだけ川が危険だ危険だと言いながら土を川の中に積んでました。それを何とか早く処理したい、じゃあ堤防にするか。今公共事業が少なくなってきたもんですから、スーパー堤防のために稼働を掘削すると。で掘削したら流下能力が上がるし堤防が強くなるしいいと言うんですけど、今度は環境派の方がそう勝手にやってくれるなということで、それもうまいこと言ってません。いずれにしてもスーパー堤防というのは高いところですと、普通の堤防ですと大体メーターあたりいろんなやり方がありますけど100万円前後、やり方でもっと安くもできますから100万円ぐらい。スーパー堤防は高いところはメーターあたり1億以上かかります。1億ですよ、これだけの単位。これがスーパー堤防なんです。安くてもまあ3000万はかかるでしょうね。できるはずがありません。一方堤防補強、堤防補強の仕方にはいろいろあります。徳間先生は TRD 工法ということで、まあ、地盤を改良するような方法を推奨されています。私は焼いてあげれたらどうかということを言っています。別にどちらでも結構です。強くしてくれたら結構です。そういうやり方、これもメーターあたり徳間先生100万円ぐらいでしょうね。ね、以下ですがね、まあそういう値段でできる。スーパー堤防に比べてはるかに現実的です。
そういう方法にしますと、例えば流下能力というのは計画高水位で評価しますけども、堤防ギリギリまで行けますから、大河川ですと 1.5 メートルから2メートルぐらいの余裕だったというのを持ってます。そこは大体今の流下能力で言えば3割ぐらい行けますね。そうするとダムがいらなくなるんです。ですから絶対国交省はそれを認めようとしません。彼らは堤防強化と言ってますが、僕は補強と言ってます。外部から何かするんだから補強じゃないかな。強化というのは堤体そのものに薬剤を注入したりして強くする、ちょっと言葉のニュアンスですが、まあ、それはこだわりません。どちらでも結構です。今日の話の堰なのか床止めなのか落砂口なのか何でもまあいいんです。あれのことを言ってるだけで、名前は分かればいいだけ、間違いがなければいいわけですから、それはいいんですけど、こういうことでかなり実力、いわゆる河川の実力は高くなると思います。で、実は日本の河川思ったよりも今安全になってるんです。終戦直後ぐらいは台風が非常に日本を本土を直撃もしましたけど、被害が大きかったです。毎年数千人の方が亡くなってました。今水害で亡くなる方は100名切ってます、平均数ですけど、それも土砂災害が多いです。そういうことから考えましたら、治水のあり方もちょっと考えないといかんのじゃないかと。で、森林が成長してきました。終戦直後に一生懸命植林したのが人工林でもどうも効果があるようです。同じ雨が降っても流出量が減ってきました。それと稼働回収、一生懸命国交省稼働回収をして、そのおかげで流れやすくなっているんです。私は地域の育成でざっと1割稼働の整備してきたことで、ざっと1割ぐらい流れて完全にやってるんじゃないかな。今日の最上大海岸がどうなるかということで、いろいろ計算の推移が出ましたけども、あの推移、おそらく私は計算間違ってると思うんです。もっと同じ流量なら低くなるんじゃないか。例えばダムなかったらこの稼働でどこまでできるか、これは今度島田さんたちが検討してくださるそうですけども、そこのところもね、ぜひ考慮していただきたい。つまり総係数が全体的に下がってますので、最上大海岸の最上川の合流点からずっと追跡してくると蓄積されますから結構低くなるんですね。これの効果をもっと正確に捉える必要があります。今絶対それやり直そうとしないんですよ。淀川でそのことが問題になった時に、河川管理者が言うたのはその通りなんだけど、隠し財産で見逃してくれと彼は言いました。しょうがない、見逃してやりました。これはそのケースと、まあ、どれだけの流れやすさがあるかというんですが、数値で言いますと 0.020 から0.030 ぐらいなんですけども、これが 0.01 違うだけで、つまり例えば 0.020 か 0.021 かということで、ちょっと違うだけで 5% 違うんですよね。そうすると大河川ですと計画流量というのは1万トンですから、500トン違ってくる。これは大きいですよ。こういうところにいろんな意味で今の日本の河川全体的に技術的に見直さんなの部分がいっぱいあるんです。それをデータを持っている唯一は国交省ですから、国交省がその気になって見直してくれないとどう
我々は手も足も出ません。ここのところも考えたら本当に団が必要なのかどうかいうこと時はぜひそういうことも考えてやらない。先ほど言いましたようにダムを作った場合、ダムを作るのずいぶん時間かかります。最上川だったらあと5年でできると言いますか、こんなに制約権では分かりませんよ。予算がつくかつかないか分かりませんし、計画自然から言えばすでに数十年経っています。その間何にも良くなってないわけですよ。でそこでポツンと良くなる。それに比べてできるものからやっていきますと、ちょっとずつか分からないけどどっかで追い抜くかも分からない。それと安全度ってそんなに川を安全度を高めていくということだけがいいとは限りません。お金がかかるからです。それよりやらないことがいっぱいあります。自炊というのは究極的には私は命をなくさないことだと思うんです。財産はこの日本で財産を失わないようにすることはできません。どっかで妥協せざるを得ないんです。命は妥協できません。命だけが取られないような治水に変えていこうというのが主張です。でこれらの治水をずっと振り返ってみますと、昔古代というか大昔は単に避けるだけでした。翡翠と言っています。近世になって遊ばせると、遊ばせるというのは遊水性と言いますか、まあ、フレンズ体であえて溢れるように溢れるのを放っておくということです。です明治以降閉じ込めるのを目標にしていました。私はこれからは、まあ、翡翠も湧水も風水、これらを、まあ、組み合わせてやっていかざるをいけないと思っています。ダムに入ります。ダムは私は夜明け前と言いますか、明治以前いわゆる角を締め切って水を溜めるということはやってました。例えば考えようと狭山池、その他ため池だとか出水池、いろいろありました。明治になってからダムが近代的なダムができ出しました。全部水道用です。長崎で石郷ができました。その他横浜だとか神戸でできてますが、外国人の居留地用への水道のためが目的でした。当時日本は肥料としていろいろいろんなものを使ってました。それを彼らは嫌がって水道にしてくれる、それが条件だというような形で、まあ、日本政府はそれにおいて作り出したのが歴史です。大正から昭和にかけて今度は発電ダムが随分たくさん作られました。戦後になって多目的ダムというのが出てきました。これはアメリカの PVA を真似てやったんですが、 PVA というのはもともとは失業者対策です。労務者をやるためにやったんですけど、日本の場合には河川総合開発ということであちこちでそういう総合開発計画ができました。ほとんど全部が失敗です。つまりせっかくダムを作って水を作ったんだけど、肝心の工業団地がうまくいかないというようなことでおっしゃってきました。生き残った、それで目的を変えて治水用に変えて生き残ってます。この最上川海側ダムだってそうです。これはもうちょっと後で日本の工業事業を増やさないといかんと、須田一郎さんが自民党の幹事長時代に日米経済摩擦というのがありました。その時に日本は内需を拡大させるということで公共事業を年間30兆、10年で300兆使うと。さあどうするか、ダムを作れるところを探せ、目的は後回しですよ。こういう時にできたのは最上川海側もそれです。ここも利水の方はなくなりました。つまり農業用の灌漑用水がいらないと。
ダウンになったら今度はお金がたくさん払わないということで、で治水だけが生き残って、あるいは残して今穴開きで作ろうとしているというのが今の状態です。でさすがにそれもだんだん終わってきて、再生悪化の場合いろいろあって、アラスダムの撤去のように撤去の時代に入っています。で実はダムのピークは平成の6年ぐらい、この頃403とか405とかいうダムの計画があったんです。でこれをやめ出したのは実は自民党政権なところです。でずっと少なくなって民主党になって136度以後今の状態で、これのやり方を一旦全部禁止にしたら、おそらく20とか30とか文字通り生きらないダム、もう象徴的なヤンバダムですよ。あんなもんまで復活させてなってきた。で、あと今ダム時代が終わろうとするこの時期、私は最上大国がダムを作るということは後世の子孫に対して非常に申し訳ないんじゃないか。このダムできて何年持つだろう、300年後どうなんだ、この国が300年もなくなるんでしたらいいですよ。だけど300年以上は絶対ありますよ、きっと。私は300年までいませんけど、あと3年ぐらいですけどとにかくこう考え直そう。で最後の図ですか、これなんでこれ持ってきたかと言いますと、オランダから明治政府は技師を呼んで、その時エッシャーという方がいます。その息子は、これはですから、エッシャーの本当はエッセルなんですよね。で息子を河川工学者にしたかったんですけど、嫌がって、画家の方になりました。エッシャー、アメリカへ渡った方ですから。でエッシャーが有名なのは、息子の方です。階段をどん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 こう登っていって、やっと登ったと思ったら元の位置に戻っていると。なんでやっと登ったの、これ騙し絵って言います。騙し絵が面白いですよ。治水で騙されないでください。以上です。